こんにちは、2024年もよろしくお願いいたします。日本国内では日本海側の地震ですとか、羽田空港での火災衝突、火災事故ですとか悲しい事故が起こってまして、日本だけじゃなくて今世界の各地で、悲しいことが起こってます。やっぱり思うことは私もありまして、はい、こう世界が平和にですね譲り合うような気持ちで自分自身も生活していきたいなと思ってます。防災のこのチャンネルはですね引き続き変わらず楽しく続けていきたいなと思ってます。あとそうですね自分がちょっと歯列矯正を始めたということちょっと前から、それでまあちょっと滑舌が悪い1年になるかなと思うんですけど、はい、それと英会話の勉強もですね、このチャンネルの半分以上の方が本当に海外の人が多くてですね、で英語圏以外の言語でのコメントもたくさんいただくんですけど、ライブ配信も再開しようと思っていて、せめて英語ぐらいはすぐに理解して少しは意思疎通で喋れるぐらいのレベルになりたいなと思って、英会話なんかも YouTube で勉強してます。今年もですねよろしくお願いします。一発目の動画は、これもね本当は新年元旦とかにやればよかったんですけど、すべてにおいて出遅れてるんですけど、お正月飾りの作品を、作りたいなと思っていて、作ろうと思って1日に動画作ろうと思ったら、この毛と土がなかったんですよ。石突き作ろうと思って毛と土がなくて、だからこう注文して今届いたっていう感じ、はい、もう3日なんですけど、4日なんですけど、まあ来年に向けてのお正月のもの、お正月っぽい何かを作りたいなと思います。はい。今日はそう石突きなので、これだけは作っときました。石にこう針金、固定用の針金を何箇所かつけて、接着剤でつけたんで、砂をかけて、接着剤があんまり目立たないように、そういうのだけは作っといたんですけど、五葉松の実生したものか、なんか苗木かをこれでくっつけて、なんかそれっぽくしたいなと思ってます。まずはね、やっぱね、石突き、毛と土作らないといけないですから、これ水苔細かく切ったやつに、やっと届いたこの毛と土混ぜて、土台を作ろうかなと思ってます。で、使うものはここにあるんですよ。このね、五葉松の、これはね、石づち五葉松の苗木、こう抜いてあったやつをそのまま売ってあったのね。これを、ちょっと、とりあえず、ポコッと植え替えておいたんで、ね、これをばらせたら、これ使いたいなと思ってます。よいしょ。はめて。ちょっと水とか加えながら、適当な硬さに、こっちを表にして、後ろに、五葉松、くっつけて、ちっちゃいのくっつけて、あとは長寿梅の、何の変哲もない、ちょっと寝伏せの素材。こういうのもですね、石突きにすると、なんか結構、よく見えちゃうので、こういう何でもないやつなんか使うといいかなと思ってます。あとは、やっぱ使いやすいこの黄金シダ。ちょっと紅葉して、ちょっとね、乾燥して葉が、ちょっと汚くなってますけど、こういうのをつけて、こっちかつけて、いい感じにしようかなと思ってます。あと、使おうね。こんな状態で水苔で巻いてあったんですよね。離れるかな。あ、これは使えそうですね。これを一本使おうかな。この辺もばらして、これは分けた分のお葉松たちですね。根付くまでは、基本はもう何もしないで放置しておきます。石付けはこの石で完結する場合と、さらにこういう鉢に植えて土を入れて完結する場合とありますよね。この石はこう中に土とか入りませんので、このままでやるともう絶対的に水の量が足りなかったり乾きすぎちゃったりとかしますので、何か鉢に植え付けて作るっていう感じになると思うんですけど、最終的にはこの赤い樹液の鉢にこういう風に植え付けて景色を眺めたいなと
思っているんですけれども、もし、オヨマツの根っことか、長寿梅の根っこが、この浅鉢に合わなかったら、とりあえず、根が、ちゃんと、できるまで、こういう仕立て鉢でしばらく作ってから、最終的に、こっちに、で、眺めたいなーって思ってる次第です。とりあえずね、ここ、後ろにあるから、薄くね、薄く、こうやって、オヨマツつけたいんですけど、くっつけてから針金かけると結構大変なので、ちょっと前後しちゃいますが、先にここの苗木に針金かけちゃいます。それで、こうやって普通にこうやって、ちょっと針金余裕かけて巻いちゃうと、固定するときにあっちこっち行ってこう根を傷めちゃうかもしれないので、今回はですね、ちょっと工夫じゃないが、工夫というほどでもないが、こうやって、まあ、針金の固定がてらって感じですかね。で、こういうふうに巻いてですね。まあ、こんなところでしょうか。こんな風にしておきました。これやったら曲げやすいかなと思って。そして、迷いなく、ちょっと最初にこう考えておいたんで、迷いなく、ここに、くっつけます。固定します。こんなところで。ふうに押さえておきます。それで根っこが張るように、この辺にちょっといい感じに根を張らせておいて、こういうふうに根を張り巡らせて、で、上からまたケト土で押さえる。つくね。このケト土は、抑えつつ、最終的にはこうできたばかりだと桁土だらけになっちゃうんですけど、だんだん少しずつ削れて、余計な桁土は取れて、その代わり根がちょっと出てきて、いい感じに馴染んでくると思うんですよね。多分ね、これできたては大したことないと思うんですけど、これはちょっと来年とか再来年とか、長期的な目で見て、作っています。やっぱり根がまだ弱いので、この薄すぎるのはあまり良くないかなと思って、こっちかもう少し浅い、こっちは、鷹山さんの鉢ですが、どっちかにしようと思います。こっちだとね、でもあんまり楽しくないので、もう少し余裕持ったこの鷹山さんの鉢で、深めの鉢、こっちよりは深めですね、鉢で眺めたいですね。ということでこっちにします。のくぼみのところに根が入りそうなんで、そこを利用してカパッとはめます。こんな感じで見えるかな。はい。で、固定します。思ったより、ちょっと仮止め程度に緩く固定して。いいですね。そしてまた毛と土で根を保護。黄金シダは元気ですからね。ちょっと芽摘みというか伸びすぎた部分をカットして、こう葉刈りすると葉も細かくなってきますので、こうやっての、伸ばしっぱなしにせずに伸びてきたら、こまめにこの節の分かれ目のところで短くカットしておくと、こう密に細かくなっていきます。黄金シダはそうですね。黄金シダは、長寿梅のこの辺からこう隠れて出てくる感じの方が、なんかやぶから長寿梅みたいな感じでいいかなと思うので、この辺にちょっと近くに植え付ける感じでやっていこうかなと思います。ここにつけるのもなんかちょっと変だもんね。やっぱここだよね。針金あるけどこれ使わなかったな。根っこ
根っこがね、潰れないように、根っこの配線をよく考えて、この配線この根が大事ですからね。頑張れよと、頑張れよと、演じながら、根の張り金で、芯を固定します。見栄えはあまりよろしくないんですけど、もう固定が大事。ちゃんと固定してることが大事なんで。ですね。ガネシダもどうにでもなるか。ガネシダどうにでもなるので、こうやって植えて。よし、はい。で、まあ、ここら辺なんかをちっちゃく作りたいので、カットして。で、五葉松はちょっと安定するまでは厳しくは曲げませんけど、少し様になるように、幹だけ。手を。手を少し散りばめます。はい、とりあえず完成、仕込みは完成です。五葉松とここに丁子梅、あと黄金枝が見えてる感じです。まだ作ったばっかりなので馴染みもないですし、なんとも言えないですけど、これで長く持ち込んだらね、結構見られるんじゃないかなと思って、ね、こういう薄い鉢に入れるとまたさらに良くなるかなと思うんですけど、まだ作ったばっかりですので、こう根を作るために少し深めの鉢を使いました。どうでしょうか。どうです。どうでしょうかって言われても困ると思うんですけど。ね。